写真拡大。5連勝中の阪神が30日運命の一戦を迎える。今季最終戦となる中日戦、甲子園に勝てば広島を抜いて3位となり、クライマックスシリーズ CS ファーストステージの出場権を得る。しかし引き分けか敗れれば4位のままで、広島が CS に進出となる。かつての広島の大エース北別府学士はブログを更新。昨日からの阪神の踏ん張りとのタイトルで複雑な心境を吐露した。困ったとは思うまい。これは明日も勝ち3連勝をするかもと思うしかないような阪神の踏ん張り。3連勝したらその時は阪神の戦いぶりは天晴れと言いましょう。明日の試合大注目ですな。阪神の踏ん張りに敬意を表していた。フルカウント編集。